令和5年2023年4月2日日曜日、戦勝、幸運、虎の日、一粒万倍日、日曜日ですね。天気予報を見ると天気は微妙なところですが、桜の様子を見に行きたいところですね。4月2日のお姉さん日よりは世界自閉症啓発デー、国際子ども本の日をメインにご紹介します。それでは今日もお姉さん日より始めますね。4月2日は世界自閉症啓発デー。2007年の国連総会で制定された国際デーワールドオーティズムアウェアネスデイ。調べるとカタールの王妃が提案したとか、カタールの下院議員が提案したとか書かれています。どちらでもいいんだけど、なぜカタールの提案というのを強調しているのかが気になったわね。その理由として思いつくのが、2007年4月に第2回世界特別なニーズを持つ子どもたちのフォーラムがカタールのドーハで行われたことが挙げられます。このフォーラムでは自閉症の人が世界で3500万人存在し、早期診断と早期治療が重要であるとされました。世界自閉症啓発デーが4月2日なのもこのフォーラムに関係がありそうですね。お姉さんの感想です。自閉症は先天的な発達障害の一つで、社会性と対人関係の障害、コミュニケーションや言葉の発達の遅れ、行動や興味の偏りといった3つの特徴で判断されます。自閉症は病気というより持って生まれた特性と捉えるべき症状です。その特性の目立ち方から、典型的な自閉症、アスペルガー症候群、特定不能な広汎性発達障害などに分けられていました。でも個々の要因に起因して症状の出る病気とは異なるため、様々な特性が見られる一つの障害として捉え、自閉症スペクトラム障害と呼ばれるようになっています。スペクトラムは乱暴に言えば虹のことで、虹を構成する色のように病名で一括りにできないものだという考え方。一人一人の特性に合わせたサポートが必要とされます。自閉症の傾向がある人はその特性から社会に受け入れられにくく、いじめ、不登校、抑うつなどの次的な問題に発展することがあります。でも自閉症の傾向のある人は行動や興味の偏りなどの特性から特別な才能を開花させることが知られます。無理に強制するよりもいいところを伸ばしてあげられるように育てていきたいですよね。毎年4月2日には自閉症啓発デーのイベントが開かれます。日本でも各地で啓発イベントが行われ、東京タワーをシンボルカラーのブルーにライトアップする予定です。4月2日は国際子どもの本の日。スイスの国際児童図書評議会が制定しました。デンマークの童話作家アンデルセンの誕生日1805年4月2日にちなみます。子どもの本を通して国際理解を推進することが目的とされます。世界中で子どもと本のイベントが開催されます。日本でも日本国際児童図書評議会が JBBY 子どもの本の日フェスティバルを開催しています。といっても3月17日から27日の開催で、もう終わってるんだけどね。国際児童図書評議会に加盟する支部は毎年持ち回りで記念のポスターとメッセージを作成し、世界中に発信します。今年の担当はギリシャ支部で、メッセージのテーマは私は本、私を読んで。4月2日に制定された記念日は他にもあります。明治5年1872年4月2日、日本は T の管理公共図書館である東京府書籍館が開設されたことを記念して図書館開設記念日。大正11年1922年4月2日、週刊朝日とサンデー毎日が発刊されたことから週刊誌の日。4と0と2で歯列矯正の日。4と0と2で CO2 削減の日。昭和26年1951年4月2日、500円札が発行された記念で、500円札発行記念日。500円札の肖像は岩倉具視。昭和57年1982年から500円硬貨が発行され、昭和60年1985年で製造終了。平成6年1994年に支払いが停止されました。4と2でしゃぶしゃぶと読ませる語呂合わせから、株式会社木曽路がしゃぶしゃぶの日に制定しました。木曽路は山の中であるじゃなくて、木曽路はしゃぶしゃぶと日本料理のちょっと高級なお店、法事や宴会なんかで使われるイメージが強いかな。その名の通り愛知岐阜を中心に展開しているようですが、関東や関西、福岡にも店舗を構えています。4と2でシャンプーと読ませる語呂合わせから、リーブ21のシャンプーの日。毎月2日は布の日。4月2日の記念日は以上となります。他にもあるよという方はコメント欄で教えてくださると助かります。4
4月2日生まれの著名人は、童話作家アンデルセン。1805年生まれ、アンデルセン童話として人魚姫、醜いアヒルの子、雪の女王等が親しまれていますね。約170の作品を残しています。人付き合いが苦手で、ラブレター代わりに自伝を送る癖があったみたいで、失恋続きの人生だったそうね。生涯独身を貫いています。ミュージシャン忌野清志郎。1951年生まれ、今でもカルト的な人気のあるミュージシャンだって聞くわね。お姉さんにはコミカルな歌くらいの印象だけど。4月2日に亡くなった著名人は、詩人高村光太郎。1956年没、享年73歳。高村光太郎がアトリエの庭に咲く蓮行の花を気に入っていたことから蓮行記と呼ばれます。奥さんのことを歌った詩集知恵小妙が有名かしら。お姉さんは子供の頃の国語の教科書に載っていたレモンアイカの真似をして、レモンを丸かじりしたら歯が抜けるかと思ったわ。4月2日の出来事は、184年、黄巾の乱、三国志の始まりを告げるような事件ですね。三国志演義などでは冒頭の劉備の引き立て役みたいな感じだけど。1922年、週刊朝日、サンデー毎日創刊。大正時代から続く週刊誌、日本初の週刊誌で現在も続いていますね。1979年、ドラえもん放送開始。2023年、何かあれ。今日も素敵な一日を。いってらっしゃい。ご視聴ありがとうございました。またお姉さんに付き合ってね。